では俺ちょっと昨日ね、昨日というか今日の朝か。今日の朝ちょっと寝れなくて、まあ配信見てたのよね。いろんな人の配信見てて、まあクレイジーラクーンって知ってるかな？まあ、CR っていう略でやってるチームがあるんだけど、レイジーラクーンのね、ルカさんって人の配信見てて、昨日というか今日の朝か。で、普段俺、なんだろう、コメントしないんだけど、本当にラジオ感覚で作業しながらラジオ感覚で聞くことが多いからコメントとかあんましないんだけど、まあ、昨日はちょっとポケモンやめて普通に配信だけ見てたから ちょっと、まあ、コメントしたりしてたのよ。コメントっていうかまあなんか、まあ、コメントしてて、まあ、2回ぐらい。な色違いの EV ゲットしたらしくって、あ、何に進化するんですかみたいな感じでコメントしたり、で、なコメント欄にブラッキーの色何色かって聞いてる人いて、で、俺ブラッキーめっちゃ使ってるじゃん。ブラッキー使ってるから、ブラッキーの色違い、まあ、ブラッキーの色違いは、まあ、黒青ですねってコメントしたのよ。チャットにいた人が、ブラッキーの色知らなさそうだったから。そしたらさ、俺なんか、タイムアウトさせられたんだけど、意味がわかんなくてさ、最初。わ っつってなって、なんで？って思ったんだけど、タイムアウトさせられた後に、ウルカさんが、なんか聞いたこと以外ネタバラ禁止っていう、なんかチャットに出して、固定文にしてたのよね。だから多分ね、多分、まあ、ブラッキーの色違いを、まあ、ウルカさんは知らなくて、で、俺が、そもそもブラッキーの色違い知らないなんてし、俺はウルカさんが知らないなんて知らんからさ、すでに俺リス、その、ウルカさんのリスナーがブラッキーの色違い何色かって聞いてることに対してすぐに、ちょっと反応して、青黒だねって答えて、タイムアウトさせられて、俺はその時、ワッツってなって、でもまあその固定文書かれた瞬間に、ああ、多分、まあ、ブラッキーの色違い知らないから、なんかネタバレ、何こいつしてんのみたいな感じで、まあ、タイムアウトしたんだろうなっていう感じはしたけど、でもそれって、なんか俺からしたら、そもそも知らんし、ネタバレかどうかなんて。ブラッキーの色違いなんて、だって、ずっと、なんか今作の色違いやったら、まあ、確かにネタバレになるかもしんないなっていうのはわかるんだけど、ブラッキーの色違いなんてもうだって何十年前からいいんだけど、いるからさ、ネタバレもクソもないからさ、まあ、ウルカさんがその今作初めてやるんか知らんけど、まあ、それを最初になんか概要欄にも固定文にも書いてないのはウルカさんの落ち度じゃねってちょっと思っちゃって、まあ、それはなんか、ええー、ってなっちゃったね。俺だってさ、大体、そういうの来たらめんどくさいから最初に書いてるじゃん。固定文が概要欄に。まあ、固定文が概要欄に書かなくても、わかる、掟みたいなのあるじゃん。例えばいきなり配信来てさ、これ欲しいです。これ欲しいです。誰かこれと交換してくださいっていうのは、それはまあなんか非常識じゃん。もう普通に配信、人の配信来ていきなりそんなこと言って、くれくれ中やってんのは。まあ、それはわかんのよ。普通にその、リスナー、その、ウルカさんのリスナーがわかんないからちょっと 答えただけで、多分、ウルカさん自身も、まあ、ブラッキーの色違い知らないから、まあ、俺はタイムアウトさせられたんだと思うけど、まあ、それはそれで、なんかネタバレ禁止みたいなやつ、最初に書いた方がよくない。タイトルかなんかに、まあ、ポケモン初心者ですみたいなことを書いてよくねえかみたいな。まあ、概要欄見ない人はおるかもしれないけど、固定文だったら読むでしょ。大体。初心者なんで、ポケモン初心者なんで、ネタバレ禁止みたいな。まあ、これに関しては俺も悪いけど、まあ、これ、ウルカさんも落ち度あるよねっていう感じはしたね。これ以上言うとちょっとね、なんか論点ずれたことを言ってくるキッズたちがいるから、たまに。論点ずれたことを言ってくるキッズたちがいるから、もうなんかお前無名だろみたいな。意味がわからんの。無名だから何やねんって思う。ネットの人間、まあ何か言ったところで、変わるもんじゃないけどな、言うて。しゃあないわ。という、まあ、ちょっと俺の愚痴でした。これに関しては、ちょっとな、ってなったね。
ー。